逃走中人狼、今宵ついに完結。高々と茂野が追放された。ってことは人狼が追放されたから市民がとりあえず勝ちってこと。ってことはミユはあと逃げるだけ。よし頑張ります、イエーイ。肌は神出鬼没、一瞬の油断が命取りとなる。あ、レンタルサイクルあれ。え、これってあれですか、借りれるやつですか。違うって、そろそろ使ってやろう。メイルだ。ミッション3、軍艦スレギクンスタパーボニムチョンインミングンチェゴサヨンガンキムチョンイルチャシック。なんで韓国語やねん。一瞬が韓国語で届くというなんとも言えないボケが発動。あー、来た来た来た、日本語も来た、日本語も来た。フィールド内3カ所にスイッチを設置した。残り10分までにそのスイッチを3人同時に押さなければ自転車通報部隊が放出される。キー、2人しかおらんのよ、しかあらんのよ。3人同時はどうあがいても無理なんよな。明らかな調整ミスのような気がするが。ミッション、スイッチを同時に作動せよ。フィールド内に突如スイッチが出現した。残り10分までに3人同時に作動させなければ自転車通報部隊が放置される。なおバイク1本につきミッションの助っ人1人を召喚することができる。しかなんだよ、3人同時はどうあがいても無理なんよな。ちょっとな、調整ミスやと。明らかな外れアイテムだと判断し全員が置いていってしまったため早々に積んでしまった。自転車通報部隊が放出される。3人残ってなくない？目はバスで。レバー、まあ、3カ所にあるみたいなんですけど。あ、あった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 。偶然近くにいた悠々がスイッチを発見。同時にやらなあかんから、ワンチャンこの手とかで無理か。ワンチャン、柱に潜むミウの近くにハンター。最悪、頑張って走ったのに。会議で追放された人狼2人につき優が確保されてしまったため、ここからは1対1の対面勝負となった。その後1人で奮闘するも当然ミッション成功ならず。自転車通報部隊が放置された。めっちゃ遠く行きました。この広大なエリアに残るプレイヤーはたったの2人。果たして勝つのは逃走者か、それともハンターか。比較的人気の多い公園に逃げ込んだ悠々。その選択は吉と出るか凶と出るか。あんまり人いるとあれやから。そうっす。ハンターを巻きやすい入り組んだ地形へと足を滑る。道かっていうのはあるけどな、ちょっと怪しいとこあるけど、まあまあ、はい、まあ、
あ、道です。これ道です。道出た。あとはエリア内をくまなく捜索。安全な場所などない。どうですか今の心境は。これめちゃめちゃ怖いんやけど。あと10分でしょ。はい。あと10分9分の。今は8が怖いです。おっかね、おっかね、おっかね。ハンターは驚異のスピードと持久力を合わせ持つ。逃げ切るのは容易ではない。怖っ。怪しいおじさん危ないわ。とても YouTube では流せない怪しいおじさんを発見した。あー、なんか読まれてそうで怖いんやな。先ほどユーユーが逃げ込んだ公園にハンターが足を踏み入れる。両者の距離はわずか60メートル。見つかればジンエンドだ。早速こういうこと見てる。え、僕よこそ。え、怖っ。先ほどユーユーがいた場所にハンターが足を踏み入れ、両者の距離はわずか50メートル。青やからちょっと見えやすい。ハンターの接近を一足先にユーユーが発見。急いで距離を取る。ハンターには気づかれなかったようだ。どうやら巻いたようだ。見えるんだな、広いから。ハンターだけではなく、自転車通報部隊からも逃げなければならない。あ、いいや。ひっつき虫トラップ、テイキ。ハンターは神出鬼没。一瞬の油断が命取りとなる。自転車通報部隊に見つかった。ユーユーは気づいていないようだ。位置情報がハンターに送信され、着実に距離を詰めるハンター。やばい。逃走者本人よりも先にハンターを見つけ、がっつり声を出すカメラマン。やばい。見つかった。カメラマンが割と序盤で諦めていた。残り5分、逃げ切れるか。はあ、あ、はや。ゲームオーバー。こうして逃走中人狼は市民ハンターの勝利となった。はい、というわけで市民ハンターの勝利です。市民ハンター市民ハンター市民ハンターね。市民ハンター僕の一人勝ちということで。あ、ひっつき虫がついてる数順ですか。よっしゃー。よっしゃー。ちょっとな、一個言わせて。好きすぎやろ、どうした。やばすぎ。なんかね、やっぱ清潔感が違う。いや心外やわ。微妙やわ。惜しかったな、マジで。めっちゃ早いねんけど。めっちゃ早い。ありがとうございます。ありがとう。ハンター向いてる。将来ハンターとしてなりわいに。あ、ありだな。ちょっと今度インターン行くわ。あ、おじさん。ハンターでインターン。ハンターン。半分で帰ってきそう。
なんて広げんな。というわけで以上、高田と重本、松と宮田優でした。バイバイ。